どうも、愛知です。今日は4月9日なので、おそらく今日から新生活ですね。まあ新しい学校、まあ社会に出た方もいらっしゃると思いますし、新しいクラスとか、学年とかになった方いると思います。で、やっぱ初日ってのは疲れますよね。特に新しい学校。大学に入った子とかね、高校とか。まあ中学は小学校から持ち上がりの子が多いんで、まあそうでもないかもしれないけど、新メンバーだもんね。新しいメンツになるので、まあ疲れた方もいると思います。本当にまずお疲れ様でした。で、今回なんでこんな動画撮ってるかっていうと、まあ友達関係の悩み相談とかさ、友達の作り方教えてくださいとかいろいろ来るわけですよ。で、まあそこについてちょっと思うことを話していこうと思うんですけど、まあまずね、こう、今から友達について、まあ友達論みたいなところを話すんですけど、お気づきの方もいるように、自分はね、友達がめちゃくちゃ少ないんですね。小、中、高、大合わせても、未だに連絡取るのは、1人か2人っていうぐらいに友達がいません。はい。ただ、まあ、その学校過ごしてる時はそれなりにね、ちょこちょこいたので、自分がどういう考えで過ごしてたかって、そしていろんな生徒のね、悩みを聞いてきて、まあ、自分がアドバイスしてたことですね、こういう風にやったらいいんじゃないみたいなのを、まあ、今回動画で話そうと思います。で、まあ、たらたら話してもしゃあないんで、まあ、結論っていうか答えから言うと、できる限り素の自分でいいなっていうのが結論です。特に、女の子に多いイメージなんですけど、まあ、女の子ってグループ化しやすいじゃないですか。まあ、男も今するってなんか言うけど、で、そのね、グループに所属するときに、例えば、ある程度、まあ、ある程度作りますよね。自分をちょっとキャラは作っていくと思うんですよ。それなりに学校入ったときとか。で、そのグループに馴染んだときに、そのグループのなんか空気感みたいなのありますよね。で、そこに所属したいと。まあ、所属した方が安心するのはわかるんだけど。ただ、無理をした、ある程度こう自分をかなり作り上げた状態で入ってしまうと、その自分で居続けなきゃいけなくなるんだよね。で、これを、例えば1対1の関係ね、そのまあ自分と友達にある子がいて、あれでちょっとキャラを作っていったと。で、まあ気があったと。で、それでも気があって1対1の場合って、そこが、例えばね、その仲良くなった後に、ちょっと自分の素の部分を見せていく、実は、みたいな。なっても、最初の部分が気が合ってるんで、あ、そうなんだ、全然いいよ、みたいな感じで、その素を見せることによってさらに絆が深まるみたいなのが結構あるんですよ。でも、集団ってなかなかそうならなくって、例えば、今日極論で言っちゃうと、まあ、素を見せ出すじゃん。ちょっと違う自分だったみたいな。はぁ、何それ騙してたのみたいなことを言う人がいたんだよね、実際に。それを言われちゃった側の生徒がいたんで、うちに。怖っとか思ってたけど、だから実際まあね、その、接するというか、一緒にいる相手によっても違うとは思うんだけど、自分はね、その、キャラを作ってって言うことも悪いけどね、その、ちょっとある程度作り上げた状態の自分で言ってしまうと、それで居続けなきゃいけないっていうプレッシャーがかかるんだよね。で、そうすると、自分自身の、なんか、本当の気持ちというか、本当の自分って何みたいな、ちょっとパニックというか、そういう悩みにね、結構落ちてってしまったりするんですよ。だったら、全部素ってのは無理だと思うの。ね、さすがに俺も見せれないし、全部素は。あまりにも腹黒かったりするから、そう見せれないけど、ある程度見せていいラインっていうか、まあ、自分が居心地がいい自分でいて、それでいって気が合う人、気が合うグループっていうのに入れた方が、自分は幸せだと思うんだよね。だから例えばその素でいって、全然誰とも仲良くなれませんでしたってことが起こるかもしれない。起こるかもしれないけど、だって、もう学生だけでもさ、何百万っていういるわけだよ。日本全国に。で、何百万っているうちの40人なんだよ。その40人がたまたま噛み合わなかったんだよね。で、もちろんそこで1年過ごさなきゃいけないから、それも苦痛なんだけど、でも、まあ、俺はね、一人が大丈夫というか、寂しがり屋なのに一人好きって意味わかんない性格をしてるんですけど、だからこそ別に一人でも、まあ、大丈夫だったの。中学の時にいじめ受けてたから、まあ、別に一人でもみたいな感じでいたからさ、そのが根本にあるんで、その部分でずれちゃうかもしんないけど、キャラを作って、つうか、ちょっと演じた状態でいなきゃいけないんだったら素でいるわ、みたいな。で、結構それを生徒にもやらせてたの。なんかね、割とね。まあ、そのレベルはあるけどさ。でも、やっぱ話聞いてると、素でいる方が楽なんだよね。そう、友達関係が最終的にその、一年が終わる時には良かったって言ってる子の方が多い印象がある。うん。だから、絶対みんなに噛み合うかどうかは分からないんだけど、大事なことは、みんな自身がね、みんなは友達のために、周りの人間のために学校行ってるわけじゃないから、自分のために学校行ってるわけだから、まずは自分が居心地いい自分でいることが前提になると思うの。で、そこを大事にしてほしい。
それでうまくいかないこともあるんだよ。さっき言ったように確率論だからそこは。なってしまうんだけど、まずは、みんな自身のためにね、そう、居心地がいい自分で行ってもらって、で、そこで気があったらラッキーだよ。ね、仲いい子ができたらラッキーだと思うんで、そしたらその子のね、まあ、過ごす時間を大切にして、その子自身も大切にしてっていう、まあ、充実した学生活をね、送ってもらえたらと思うんですが、まずは、みんな自身のために、そうやって過ごしてもらえたらと思います。